皆さんこんにちは、シダル TV 石井亮介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。今日はこれだ。すごいよね、ムジーク初ですよ。うん、なんかね、もちろん知ってますよ。どっかでね、小山さんがね、安請けをしてきたらしいんですよ。違う。おー、いい感じ、いい感じ。あの無軸の社長の吉本さんに某所で、某所というか、はい、金松さんの試打会で会った時に、はい、吉本さん、なんか打てるやつあったらやれますんで言ってくださいって言ったんだよ。ちょっとジクラブ界にもちょっと手を伸ばしていきたいという思いがあり、はい、これね、PD の 60S が入ってます。あのグリップはもちろんムジークのタッキーです。タッキーです。僕のね、ムジークの印象はやっぱアイデア商品というか、完全にその、はい、ユーザーを絞って、はい、アイデア商品を出してるメーカーって感じ。古くは重たい練習用のボールとか、はい、ありました。パターンのボール、あとコルテオみたいなその軽い、はい、重量の軽いボールとか、はい、でめちゃめちゃ捕まるヘッド作ったり、はい、めちゃめちゃ高く上がるアイアン型ユーティリティ作ったり、すごい明確だから選ぶ人は選びやすいよね。これなんか先日の撮影の時、金本さんがこのドライバー使ってませんでした？ DD2 ヘブン。あ、そうなの？オンザスクリュー DD2 ヘブン、はい、これはアスリートゴルファーに捧げるドライバーということらしいです。駒込の方も使ってました。あれ、駒込の方は？ムジークといえば駒込の有識者って感じする ね、 だって学校かなんかの後輩なんでしょ。後輩？先輩？先輩か、あ、いや、キューピーさんが後輩なんでしょ。ああ、日大エバラでしょ、はい、あの、小倉さんなんかさ、だいぶ下の後輩だからさ、はい、もう本当に王様と奴隷だよね。すごいよね、やっぱりね。だってあの学校の監督が殴るぞっていうのが石碑になる学校ですからね。あれ、おっかないな、はい、おっかない。名門ゴル高校ゴルフ部ですよ。石井さんの横浜高校はそんなことないんですか？横浜高校は今もう多分廃部になってると思います、ね。横浜高校今ゴルフ部がないんじゃないかと思います。あの横浜高校は、まあ、ちょっと私事でございますけど、あの共学になりまして、うん、この間の高校野球の応援見てたらチアリーダーがいてびっくりしたんです。あれっつって、俺の出身男子校もだいぶ前に共学になったよ。びっくりしたんですよね。そういう時代なんでしょうね。時代なんです、うん、ジェンダーを返さない、うん、まあまあね。でも男子校だった学校を共学にすると結構いろいろ大変だと思うよ。この話はさすがに怒られると思うの。志田動画だっつうの。志田動画だよ。カットでお願いします。カットで。いやいや、使っても面白いけど。吉本さんと梨本さんに怒られるよ。マジで。あんま強いね。なんかね、うん、結構こう棒玉チックな感じ。スピード少ないよ。さっき白山さんが打ってるの見たけど、えらい棒玉が出てたんだよね。うん、うわー、びっくりした。おー、僕テクノロジーにやっぱり興味があるんですけど、はい、DAT55G をカップフェースで採用してるんですよ。よく聞きますね。そうそう、大道国特殊鋼のゴルフ用の、はい、超高反発で、ゴルフに適した素材なんですよ。すごい反発性能が高いから、これを使うときは反発が上がらないようにみんな気をつけながら使ってるのね。おー、すごい久々のローブ。え、ここまで低スピンだったクラブある？通常2100だけどね、はい、見た目1400ぐらいの球だった今。ちょっと今すごいですね。え、これに匹敵するクラブあったかな今まで。ないね、久しぶりだね。ないね、ほんまの455も浮かないんですけど。なんか打ち方おかしいんじゃない？まあ、あの、すいません、あの確かに今日いっぱい打って振った後なんでスイングがおかしいっていうのは、ね、否めないんですけど。でも6とか立って当たってる、いつもダイナミックで。でね、システム45カップフェースっていうのを採用してて、
これ何かわからないんだけど、これ羽鳥さんが気利かしてくれたじゃないですか。シャフトのところを見たらマイナス1っていう音になってる。あ、ロフトがちょっと弾低くなりやすいかもしれない。あのね、センターで 2.75mm、 外周で 2.5mm のフェースは釣ってるんですよ。これも考えられない。ちょっとじゃあちょっとアッパー気味で浮かせに行きましょう。あのね、普通のやりすぎた、チタンドライバーの常識では、現代のね、はい、絶対にありえないような肉厚、これだからどんな工夫してるかわからないんだけど、 ものすごいこれ。ちょっと待って、バラバラになっちゃった。普通は 3.5 ミリぐらいだからね。石井さんはピンときてないかもしれないけど、あの動画見てくれてる方は、ああそんなに薄いんだってびっくりしてるはず。あれ急に球上がるようになったの、頑張って上げてる。そういうことじゃない、そういうことじゃないです。カップフェースが面白いカップフェースなんじゃない。そうそう、なんか4号って45度のことかな、うん、打感としてはすっごい弾くのはものすごい感じますよ。これ違反なんじゃないんですかっていうぐらいこう強烈に弾いてます。ダット 55G を 3mm 切るフェースアーツで使ってルール適合にする技術はすごいよ。なかなかできることじゃないです。あの僕はあの激戦の疲れによってスピードが上げられないんですけど。あ、もういいでしょう。ムジークさ、高反発ドライバーを作っててさ、あれもまあとんでもない CD 値が出てるんだよね。少ないですよね、うん、さっき言ったローグ ST 並みにこうスピン抑えられますよね。これね、ドラッグマンがちょっと多分ね戸惑ってると思うよ。ものすごい棒玉、あの見たことがないような棒玉が出る。逆にこのスピン量だけど倍出てるって可能性もあるぐらい、うん、そう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 。いや見た目はね2500じゃないぜ。実際これちょっとコースで打ってみたいですよ。これハトさんに返す前に僕普通にラウンドするのか。ほんと1300の可能性ちょっとあるぐらいの棒玉感。怖いわ。おお、いい感じいい感じいい感じ。多分あえてこうするとだから元々がある人多いんじゃないですか。いやー、まあまあじゃない、はい、悪くないと思います、うん、パスもいいし、とにかくまず強烈な弾き感。これコースでちょっと本気で打ってみたいですね。ほんと面白いね。こんなですよ、うん、シャフト変える、変えましょうか。あげないよ、開けなさいよ。カッターとかある。無駄な体力使ってる。あとあんまり左行かないですね。無駄な体力使ってる人がいる。シャフトはベンタスの 5S になります。これヘッド？すげえな。たはず。でもピント合わせたら小山さんが通過した、うん、俺にはピン合わないから大丈夫だかなと思ってさ。あら右だ、これベンダス 5S。 それはね、ちょっとヘッドシェイプを見せてほしいんですけど、後ろは高いのかな。そこにもう一個あります。ああ。これ同じモデル？はい。やっぱりね、現代ではかなりのハイバックなんですよ。はい。で、こういう形状だと、まあ重心が高くなりやすいんだけど、一方でちょっとこうライナー性の球に、捕まえるとライナー性の球になりやすいみたいな特徴があったりするのよね。あの、
マジェスティバンキッシュとかさあんまり今ピンときてるのがないけど、プロトコンセプトもそうかな。プロトコンセプトドライブもそうで、高いとライナー製の球になりやすいね。スタンダードスタンダードだってちょっとスピード速い。はい、これ今スタンダードマイナス1にしたらすごいあれだね。さっき急に変わりましたね。すごい球、これは面白いよ、これはすごいね。スピンの多い人にはこれいいですね。あとあんまり叩いても左に行かない系です。で、あともう一個多分着目なのが、結構僕今これダウンブローになっちゃってるんですよね。ハイバックだからなのかちょっと分かんないですよ。ちょっと打ち込む感じに自然と。石井さんはね、小ぶりなシェイプのクラブ、そういうちょっとクラシックシェイプのドライバーだと傾向が、ね、上から入れる傾向があるんですよ。なるほど、うん、M5 とかの動画を振り返って見てもらう、うん、M5 ツアーか M5 ツアーとかだと石井さんはね2度3度のダウンブローで打ってるので、今ね僕必死のアッパーなのよ。よかったら注目してみてください。必死のアッパーなのに 0.3 度しかアッパーになってない。そういうスイング傾向ってあると思うよ。クラブ持った瞬間に急になんか捕まえに行ったりとかいろいろあると思いますよ、人によって。これさ、強風とかの時にとかね、狭い時とかに俺このクラブなかなかいいんじゃないかなと思う。ライナーでさ、低い球で、これは駒込の有識者は使ってるの？使ってた。うん、今もう多分あれ変わるんじゃない？もうちょっと優しさが欲しそうな感じするけどね。球強いんだよ。いやいいね。言ってた？もうね、僕の今カラータイマーが点滅してるんですよ。いやナイスボール。今頑張ってヘッドシュート上げてるんです。ナイスボールナイスボール。ちょっと待ってね、今の感じでちょっと捕まると最高ですね、うん、さっきすごい体切れてたのにだんだん疲れがちょっと、あのですね、寒いんですよ。石井さん動いてるけどさ、俺たちずっとこうです。動き続けてさっき一瞬冷えちゃったんですよね。なるほどね。ストーブが欲しい。うわ、ちょっと技術がいるかな、打ちこなすにはね。自分で捕まえて自分で球筋作るみたいな感じがちょっと欲しい感じがしますね。これオートマチックなクラブじゃないですよ。オートマチックなクラブじゃないですね。その代わりそういうテクニック持ってる人にとってみたらものすごいこうね、暴力的に飛びそうな感じがしますよ。あとはもうちょっと捕まえたい。ちょっと火は擦っちゃった。軽いインサイド、さっきの PD に戻していいですか、はい、軽いインサイドアウトで軽いドローみたいなイメージが欲しいでございますな。 PD に戻します。結構さっきのローグ ST なんかに負けないぐらいの種族ですよ。こういうハイバック系のロースピンのヘッドさ、すごいロースピンになるんだけど、開くとボワッと増えたりすることが、まあ、傾向としてはありますかね。小ぶりなシェイプが好きで、ある程度こうコントロール自分することができて、でこう球の強さみたいなものを求めていくタイプのゴルファーの人にはすごいいいと思いますね。
ちょっと逃げるもんね。これはね、石井プロがどっちかというとヘッドが捕まる、ヘッドを使ってヘッドで捕まえたいタイプなんですよね。これはなんかのエラーだな。228ヤードのキャリーで237で、けどないだろう。ちょっとトラックマンも戸惑ってるんだと思いますよ。クラブの特性が、ちょっとスピンがね、うん、クラブの特性がやっぱりちょっと過激な、尖ってる感じがする。まあ地クラブって言っていいのかあれですけど、やっぱこういわゆる大手メーカーの大量にいっぱい作ってるものと比べるとすごい尖ってますよね、うん、性能がはっきりしてるっていうか。こういうのが合うプロゴルファーいるんだろうな。すっごいみんな苦労してる、みんなって言っちゃいけない、苦労してる選手多いですからね。まあ、大手メーカーでバッチリな人もいればね、まあ、そんな人もいるでしょうか、ね、うん、大ぶりな、なんていうかな、その大歓声モーメントのドライバーが苦手な方いらっしゃるから。うわー、いいわよ、こういう弾丸ライナー。冬の林間コースとか最高じゃないですか、ゆたまは。まずめった見ないですよ、1900回転。おお、見事、素晴らしい。じゃあ感想を述べてください。まあ、あとは僕がもうちょっと触れる時間帯にもう一回やりたかったなっていうのはちょっとあるんですけど、1900回転ってすごいね。強風仕様で1個作ってもいいんじゃないですか。いや、まあ実際こう構えた感じの顔とかすごい小ぶりな感じで、フォローだとドロップしそうだけど。いや、まあスピンが多いって困ってる人はまず1回試してみたらいいと思うんですよね。これスピンが多かったらもうそれは自分はフェース開いてるよって話だと思うんで。うん、難しいと思うよ、そのじゃあ減るかって言うとそういう感じじゃない。あとはもうシャフトとか自分にちょっと合わせたりとか、もう本当にこのヘッドはもう個性ものすごい強いので、フィッティングしてなんぼな感じは正直あります。だからちゃんとこう攻防とかで自分のスイングとか、まあ、その悩みとかを相談しながら、信頼できる方にこうお願いしながら作っていくと、まあ、ドンズバの本当にもう本当にただただ世の中に一本みたいなものを作ったら本当にハマるんじゃないかなと思います。それこそ関東近郊の人はゴルフフィールズに行くのがいいんじゃないでしょうか、ね、ゴルフフィールズさんでもいいと思いますし、あとは忘れちゃいけないギアサポートさんもぜひもちろんもちろん入れてあげてください。はい、まあ、もちろん、シダークラブとかでこうシダしながら雰囲気つかみながらどういうシャフトがいいのかななんていうのを探すといいと思うんですけれど、結構球強くなるなと思うので、シャフトがあんまりハードだと本当に浮かなくなっちゃうかなって気もちょっとはします。このライナー低スピン弾道は大手ナショナルメーカーにこのぐらいの性能あるかなって今思い出してるんですけど、本場の747の455、うん、俺も思った。だあと、まあ、それこそだから使ってるね、千葉の巨匠のところに川さんのところに行ってフィッティングを多分、ね、クラブいっぱいあるでしょうから、そんな感じよ、ほんま。あと、まあ、マルマンのバンキ、バルマンって言っちゃった、マジェスティのバンキシとかね、なんだろうな、あとどこがあるかな、ースピン、昔のツアーステージこんな雰囲気ちょっとあったけどね。あ、まあ、でもここまでじゃない、うん、でも顔はなんとなく似てるっちゃ似てるけどね。うん、ここまでじゃないね。スリクソンにもないし、スリクソンでいうと ZR30 とかがあれが 8.5 度とかだったら結構ライナーだった気がする。うんうん、そうね、そうね、うん、面白い。だからこういうのが合う人いるんだよ。あー、うまいね。多分こういうのが効くんじゃないかな、うん、これどうよ。ちょっと休んだから元気になった。1.7 度ダウンブロー。そう、だむしろちょっとこう上からクラブ入れちゃうようなタイプの人があえてライン出していける、そういうドライバーっていう使い方の方が逆にこうコントロールしやすいかなっていう。アッパーで下から入れてスピン減らしちゃったら、あ、全然ダメ、ちょっと散ると、全然ダメ。でも奇跡の一発的なすっげえ飛んだっていうのは出そうな気もするし、これ本当クラブのシャフトの組み合わせ次第かなっていうところです。面白かったです。いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。ものすごいこう魅力の詰まったヘッドのことは間違いないと思います。まあ使う人はだいぶ選ぶね、
まあでも逆にそれを狙ってるんでしょ。そうそう、ヘッドスピード速くて、はい、うまくて自分で捕まえられた球筋が作れる人、うん、もうピンポイントでその人に合うものを作ってるんでしょうから、だからそういう意味ではものすごい個性がはっきりとしたクラブかなと思います。ありがとうございました。